オープニングですけど、まあ、実は今浜田さんに足場班ランキングっていうのをさ出しまって、はい、俺本当はもうあの一人一人の職人さんに聞いてそれ一本しようと思ったけど、はい、浜田さんの足場感結構勉強になったと思うんで、あのね、足場屋さんに見てほしい、これ土佐さんよりも。で土佐さんは分かるっていう内容になってると思うわ。もう俺もう今撮っちゃった後だからさ、はい、でオープニング撮らずに撮っちゃったから、うん、あのぜひ今からねちょっと本当浜田さんの、あの足場に対する思いっていうか聞けるんで、あの足場屋さんもぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。動画をお楽しみの皆さん、よっしゃ、ありがとうございます。ちょっとあの宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で鳥食限定の名刺交換会で、これは取引したい人されたい人っていうかな、元請け下請けちょっといろいろ集めて、今すっごい鳥食足りてないんでやろうと思ってます。あの詳しくはあの概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて今年過ぎても、あのいつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとかいろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。どうですか足場、誰がいいとかある？僕はトシ君の足場好きですね。あ、ダントツ。はい、あ、そう、あの考えて組んでくれてるので、うん、まあ、なかなか悪口言うもんで、ちょっと顔が思ってさっきまでよかったけどさっきまでいろいろ言ってたけど、はい、あ、トシ君の足場は何好きですね。何がいい？やりやすいように考えてアンチとかも入れてくれてもくれてるんで、あ、もう段差とかこういう風にならないように、はい、あ、できるだけちゃんと手が届くように、はい、下もちょうど入れる高さでやってくれてるんで、はあ、そうですか、はい、他にショーとかはじゃちょっと近いんですよね。あ、壁から。だからいいぞ、はい、さっき言っとったのにな。ちょっと壁から近いです。うん、あ、近い。近いんですね。だい、あ、壁と。はい、あ、ちょっとこうやって塗らなあかんで、だいたいまあ450とか500とか言うよね。そうですね。はい。僕は離れとった方が好きだもんね。あ、まあ、そうそうだよね。人間離れとった方が、はい、うん。で、ちょっと隙間が近すぎるんだ。はい。ちょっと近いですね。ああ、なるほど。あのカンタは？カンタ君はあのあそこは上手ですわ。あのああいう、うん、カーポートの上とかの足場を組むのが。あ、そう。はい、なんで、あ、カポートの上でも乗らなあかんとこあるでね、はい、まあ、ここはね、カポートがちょっと離れとるから、はい、ここの家はな乗らんでいいけど、結構カポートセットサンルームとかあるとかあるじゃないですか、まあ、あ、そうそうそう、あところの 上をどうやってくんの、浮かして、 でもそこをちゃんと塗れるようにしようの、はい、ちょっとこう降りた感じじゃないですか、うん、養生もしたらもん、ね、うんうん、それをやりやすいようにやってくれてますね。あ、本当、はい、あ、カポートのところ、はい、ある子はだいぶ遠いとこ もあるし、そう、そういうことだよね、はい、あんた君もそれがだいぶ近いんで、あ、もうそこちょっと入ってたらスーッと濡れるぐらいになっとんだ、はいはい、足場の上から養生できるようになっとるんで、あ、はい、あ、カーポート乗るとね危ないもんで、あのへこんだったよね、で綺麗にその上くっついとるやつがあるんだね、壁にカーポートかな、壁にね、2階とかベランダとかにもついてる、そういうことか、こう出てるやつとかは、ね、いろいろあるもんね、はい、まあ、この辺はないか、あ、そうだね、リュウジは、リュウジ、リュウジ君はあの雑、細いとこ、細いとこではあの単管で、あのダブルで組んで、要は通してくれて、縦地が立って単管で両方にパイプがついて、はい、あれ三連クランプみたいなやつ、ね、あれが多いですね、あ、狭いところとか、あ、それでちゃんと上手にやってくれたもん、あ、でもアンチは引いてないと、狭いところは引けないもんで、うん、あの横算を2本組んで、あ、ちゃんとやってくれとる、はい、他のやつは、ね、逆にパイプが多いな、1本パイプみたいな感じか、でも手すりだけみたいな、みんなあれですね、僕はあの外注さんよりも本体の足場が好きです。あ、よくね、最近ちょっとどうしても足場班が追いつかんもんで、ね、外注も使っとるけど、まあまあ汚いらしいね、外注はやっぱ抜くんじゃないですか。ああ、まあそうだよね、雑にちゃっちゃってやっちゃうもんで、たまにあの、うん、地盤下が届かんとかあるんですよ。あ、ほんと、1段目が2メートルぐらいある時あります。ああ、もう手間が全然違うんだね、1日伸びたらもう合わんもんね、やっぱ実写そんないいんだね、戸建てだよね、片つごってやらんといかんところとかあるもんで、うん、あ、それきついわ、なるほど、浜田さんのランキング、あとおったか、まああいつはまだ他にはいないか、とりあえずはまだ、ああ、やっぱ外注さんよりいい、全然、はあ、全然いいですよ、またで、もともとね、ずっと今大きい物件も結構やるで外でやってるけど、もともと戸建てばっかりだったじゃないですか、やっぱよう知っとるよね、うん、やっぱ戸建ては戸建て、新築は新築、マンション改修は改修って、やっぱそれなりの組み方があるんだよな、ね、うん、ゼネコンやってる人間は多分組めんですね、うん、組め、俺もそう、結構大きい会社で取りやったもんね、改修なんかやったことなかったもんね、戸建てはちょっと無理だと思います、ね、そうそうそう、もう無理だと思う、もう狭いし大変じゃん、でそこ頭っていうかアイデア、やっぱそれってノウハウだもんね、はい、
それ一回でできることじゃないもん。ゼネコンは本当真四角ですよね。真四角、うん、でだんだんってで広いところに組めるから、うん、材料の段取りも楽だし、うん、でユニック全部入れれるし、うん、やるとかないもんで楽ですよね。そうそうそう、戸建てなんか特にさ、もうどっちから入れかなんか、うん、もう進め方もう正面から組んじゃったらもう裏組めない、うん、とかさ、はい、もういろんな組み方があるもんで、こういう風に組んでった方がいい場合と、面面面で組んでた方がいい場合とね、うん、いろんな組み方があるし、いろいろ奥深いんだ。こっちなんかめちゃくちゃ狭いですよ、うん、まあそうだよね。よう確かに組んだなと思ってうわこれ本当だね。もうこれ単管だけか、手すり棒だけ。手すり棒これも 2連になっとるね、はい、手すり棒全部に、うん、あのダーボで組んでくれますよ、うん、あ、落ちた。あ、これがね、あ、これ3連グラムだよな、はい、これで手すり2本で足のや乗りやすいよ。よう組んだなと思って。あ、そうなの、よう入ったね。確か細いでたよねめちゃめちゃ狭いわ。ここはまあちなみにあの許可もらっとるでしょ、ここ隣のね、はい、うん、入る許可もらっとるけど、写真見た時俺入れんと思いましたもん最初。うわ本当だね。あ、ちょうどここから入れるじゃん。よう組んだなと思って奥も。うわこれもう逆にもう足場組んだら入るのちゃう。すごいですよ、うん、もうこれ200でしょ、500ぐらいしかない幅。すごい、うん、こんだけし、これで400だろ、でちょいで500だ、はい、そうだよね。うわ、うわこれも全部入れたんだ。これは手間食うね、ほんでこんなとこ塗るんだもん。これ塗るんだよ、これ塗らなかったぞ。ここに乗って塗る。そうそうそう、そう、隣の庇が出とると僕が本当通れるの自分やね。あ、そうだよね。あ、ほんとだ、これ見て、庇、はい、もしっかり出とるし、でそういうのはやっぱトシ君が上手に組んでくれるんだ。ああ上手ですね。はあ、組んだなと思って本当にこれ。やっぱ丁寧なんだ、はい、足場が、はい、ああ。これだと通れますね、ためにかわして。そういうこと、あ、上手に位置を変えてくれるんだ、はい、たまに狭いとこ、うん、トコレとかやりますからね、縦地。ああ、もうみんなただ組んでるだけにして、はい、ここちゃんといけるんですよ。はあ、その足場の組み方で、はい、どういうふうに違う。だいぶあの、あれじゃないですか、壁に近づけてくれとるもんで、うん、こっちが余裕あるんですよ。あ、そういうことか。でこっちからかわしてくるんですよ。あ、こっちはもう全く通れないもん、ね、あ、逆にどっちかにかわしとるもんね、はい、あ、センター食っとるとどっちからも通れんから、はい、どっちかに寄せとるので、はい、こっちにだいぶ寄ってる。あ、なるほどなるほど、はい、縦地をセンターに立てると、はい、どっちからも通れんくなっちゃうよ。でこれ逆にもう壁にくっつけちゃったもんで、裏から通れるだろって。どっちかにくっつけとかんとそりゃそうだわね。だ真ん中に縦地立っちゃうと普通この縦地じゃないですか、うん、真ん中にね、はい、うん、ここに縦地組んどるもんで、くれとるもんで、うん、こっちが余裕があるんですよ。そういうことだよね、はい、でこっちの裏から回れるように、はい、でどっちかに押しとかんと、まあ、そうなるわね。ここに立て込まれたらもうアウトだもんって。もう絶対取れないね。そうやってやるやつおるんだ。そうだか、そうやってやるときあるんだ。おるんですよねおるんですよ、誰かなんかうまいよ、浜野さん悪口は言わんでいいとこしか褒めんでね。でも大体真ん中に立て地ですよね。まあそうだよね、本当はね。でここでこうやって2本じゃないですか、うん、あ、なるほど。あ、じゃあ肩これにしてほしいの。こっちの方が要は高さは違うけど、こっちの方が、はい、外が通れるんですよ。あ、これ本当足場は見てほしいな。いつもみんなこうじゃないですか、うん、でこっちに両方これをつけて、はい、こうなって、でこれが2本入っとんだ、はい、こっちに入るもんで、そしたらもうあアウトだ、ね、両方取れなくなっちゃうんですよ、ね、縦地がもう5センチ動くだけで、はい、ここになるもん、ね、取れへんもんね、はい、このこっちが取れなくなっちゃうんですよ。そうだな、はい、あ、これ教えたらなんだな。この縦地だもんで取れるんですよ。足場屋さん見とったらこれ本当にね。でこれちょっと斜めだもんで気利かして真ん中に立っててこっちにね、こぶつけて両手すりにしちゃっとるかもしれんけど、で俺らはあの中段も入れんだよね。中段入れると通れないですもんね、うん、中段も入れないんだわ、はい、中段入れてほしいっていう、まあ、入れてほしいとは言わないけど足場屋さん入れた方がいいかなと。ここ入れるともう通れないです。通れんよね、絶対に。こうやって上持って歩いた方が楽なのね。微妙にここも当たってないですよね。ああ、そうだね、はい、でこれガンガン当たるとまた傷つくしね、はい、濡れるんですよ。ああそうだよね。でしかも足場ってこんだけ入れるから、ほらもうね、はい、結構いるでしょ。俺これ軽くやってるだけじゃん。でも、ね、でも当たらんわけだ。当たらないでしょ。当たるとコンコンコンって言うもんね。これ全然傷じゃん。そうそう、結構大変だよね足場も。大変です。簡単に組むだけと思ってるけど、これ足場材ってもうめちゃくちゃ入れるからさ。こんだけ入れるだろ、こんだけ入れるから。なんで通れるのかなと思って考えとったら、あ、普通ここだな縦地と思って、うん、ほんでこれこっちに近いもんで通れるんだと思って。なるほど、あ、トシ君は結構細かく考えてんだ、はい、やっぱ経験値だね。普通この狭さだと縦地かわせないですもん、うん、そうだよね。ガーッてなってで、グーッと押すと壁当てるしね、はい、そうなるんですよ。はぁ、じゃあちょっと視聴者の皆さん、足場ランキングどうだったでしょうか。レジェンド浜野の足場ランキング、まあトシ君1位、2位が、まあ、あとはまあ同点大体、はい、うまいなぁ、こう落ち着けへんな。本当に、うん、ここの足場屋さんは俺は好きです。
そうやりやすいです。でたまに仕上げてくるやつらは全然違う、はい、そうだね。結構だ自社班だからやっぱそんだけ、会議も昔やっとったもんね、はい、足場班と塗装班でどうやってやってほしいとかミーティングしょっちゅうやっとったのは、本当に下請けがやると4段組まなかんとこう、うん、3段とかになってますから、ね、ああ本当、はい、それもどんどん一段一段広いんですよ。あ本当組み合わせしゃべるで前になんか俺一番下5尺で乗りましたからね。あマジめちゃくちゃ高かったですよ。5尺はやばいじゃん、はい、結構これぐらいのやつでしょ、はい、2メーター以上ありましたもん一番下。わあ本当、はい、でそこ結構立ち合ったのに、うん、1段やっぱ3段しか入ってないんですよ。普通に入ってるけど、普通はもう一段入れなかっただろうって思うんですけど、うんうん、まあ、そんだけあれはだって材料もめんどくさいですから、ね、めんどくさい。で組むだけじゃないトラックで運ばなあかんで、これは500キロぐらい違うんで ね、 ね違ってくるよね、そんだけ一段の時は、うん、あなるほど。視聴者の皆さん、レジェンド浜野とランキングどうだったでしょうか。チャンネル登録いいねの前に一つ宣伝ですけど、12月12日に足場専門でオフ会みたいなんですか、名刺交換会で、結構まあ俺らも足場屋さんとももっと知り合いたいし、でやっぱ人が足りない足場さんと、やっぱ仕事が欲しい足場屋さんと、で個人事業主でも行けるんで、名刺だけ持ってきてくれたら、何人定員50人50人、会費1万円でご飯ついてお酒出そうと思ってますんで、ぜひ参加してください。でまあこれ定期的に、この動画見ても過ぎてても定期的にこれからもう月にね、まああまり大きいこと言えんけど、まあまあ2回から10回の間ぐらいで結構ガッツリやって、他の足場屋さん足場と塗装と別々やろ、シーリングはシーリング、塗装は塗装、意見交換会、意見交換会とか、いろんな、まあ、オフ会やったり名刺交換会やったり勉強会とかセミナーやったりとか、ちょっといろんなイベントごとを増やしていこうかなと思って、でいろんな業者さんと、まあ、仲良くなって、まあ、俺らにとってもいいじゃん、うん、そういうのを作ろうと思ってます。浜野さんも参加してください、はい、あ行く、あ 塗装だったら行きましょうか。塗装だったら他の人がどうやってやってるのか聞いてみたいですね。ああなるほど、あそれ面白いかもしれないですね、うん、リーゼント浜野にも会える塗装屋さんだったら、またそ同じリンクでずっとそこに情報更新していくんで、ぜひそこのリンク今こう概要欄に貼ってあると思いますので見て、いつでもねいろいろ開催しようと思ってますので、ぜひそちらの方も確認してください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。